15 seconds. Doors open. Parameters check. 2, 1, release. Today, 運用開始から約65年経った今でも現役であり続けるアメリカ軍お気に入りの戦略爆撃機 B-52 について紹介します。成層圏の要塞と呼ばれるこの爆撃機、日々様々な新型の爆撃機が開発採用されていますが、なぜ今でも B-52 は運用され続けているのでしょうか。初めてアメリカ軍が大型爆撃機の開発に力を入れたのが1945年頃のことでした。条件として時速500キロ以上、航続距離8000キロ以上のものが作れないかとの提案でした。まず名乗り出たのはボーイング社。1946年に XB-52 という名でターボプロップエンジンを6機搭載したモデル462案が開発されました。その後エンジンを4機に減らした464案が提出され、改良を繰り返し高体翼とジェットエンジンを装備した464-67案が採用され、試作品の製造が開始されました。しかし他社も黙って見ていません。一から作り上げるボーイング社には必ず失敗のリスクが高いはずだと思ったコンベア社が爆撃機の開発に参入したのです。2社が競争する形でボーイング社 vs コンベア社という開発の戦いが始まりました。コンベア社は一から作るリスクを回避するため B-36 の部品を使い YB-60 を試作しました。YB-52 と YB-60 の戦い、同じエンジンを同じ数だけ搭載していたのにもかかわらず YB-52 は60よりも時速160キロ以上も速かったのです。さらに操縦も容易に作られていました。対する YB-60 は爆弾搭載量で13トンもの差をつけることができました。しかし悲しきかなアメリカ空軍は当時搭載量についてそれほど重要視しておらず、この勝負はボーイング社の B-52 が勝ちました。大陸間爆撃機の航続力、並走搭載力、亜音速の速度性能という高スペックなこの B-52 は1962年までに計744機もの生産がされました。そもそもの目的はソ連圏内の目標を自由落下核爆弾で攻撃するために作られました。米ソ冷戦時、激化するソ連による奇襲核攻撃に備え、アメリカ軍が多数の B-52 を空中に対空させることでいつでも共産圏への報復攻撃ができるよう戦略パトロールというものを行っていました。ソ連崩壊後には第一次戦略兵器削減条約により360機が廃棄され、現在では71機のみ運用されています。
初参戦はベトナム戦争。1965年から北ベトナムへの攻撃、北爆が開始され、アメリカ軍の基地から北ベトナムまでの長距離を飛行し、100発以上の無誘導爆弾を搭載し、絨毯爆撃を繰り返し行いました。冷戦時、そしてその後にかけて行われた戦争において、対空時間が長く、搭載能力の高い B-52 は、とても高く評価されました。それから何度も新型の爆撃機が開発され、製造されましたが、なぜ今でも半世紀以上にもわたり B-52 が活躍しているのか。例えば B-58。この超音速爆撃機は、スピードでは B-52 をはるかに上回っています。しかし、対空ミサイルの技術の発達により、その本来持っている価値が失われてしまい、すぐに退役となってしまいました。マッハ3の超高速爆撃機 XB-70 は高コストすぎて試作の時点で終了。 B-58、B-2 などは積載能力の点で B-52 に及ばず、現在次々に登場する新型機というものはステルス性が最重要視され、様々な兵器を大量に搭載し遠いところへ投下するという性能について B-52 以上のものは特に要求していませんでした。新技術というのは時としてデメリットを生んでしまい、修理や維持のために離れたところでの運用が難しいというところもあります。コストの面でも新型機は高額のため、 B-52 に代わる分だけ製造するのは難しいのです。そんな B-52 も日々進化しており、B-52A から H まで様々な改良機が存在しています。現在は全て H 型ですが、 B-52J という改良版が2050年代まで運用できるように予定されています。時速1028キロの亜音速戦略爆撃機 B-52H のスペックはこちらです。大きな世界規模の戦争でも起きない限り、それほどの高スペック性は現時点では求められていないのです。近年問題となっている地域紛争などで求められているのは、超音速やステルス性というよりも航続距離の長さ、積載能力の高さなどで、ほどほどのと言っていいのでしょうか。その戦いに見合った性能を持つ B-52 が一番しっくりくるのです。B-1 と B-2 はすでに退役が決定しています。2025年をめどに新型のステルス爆撃機 B-21 に置き換わる予定です。旧型の純粋な爆撃機 B-52 と最新型ステルス爆撃機 B-21。 B-21 は将来無人での運用を目指しており、この両極端な2機が今の時代の戦いの現れのように感じます。 B-52H は2050年まで運用予定。およそ100年運用されるであろう B-52。 おじいちゃんが乗ってた B-52 をお父さんが乗って、さらにその息子が乗るなんてこともあるかもしれませんね。 B-52J もきっとこれまでのように空軍にとって代わりがきかない爆撃機となるでしょう。This narration is brought to you by Anne. Thank you.